住民たちが避難所に向かうためバスを待っていた。おばちゃん、おばちゃん、これから避難所に向かうため、バスを待っていた。地震直後から連絡が取れていなかった親戚の男性と2日ぶりの再会。しかしまだ連絡取れない親戚の方もいるんですよ。友達もいるし、でもダメかもしれないって。瓦礫の中歩く夫婦はおよそ30キロ離れた気仙沼に向かっていた。うちの息子の安否もちょっと見てこようかなと思って、もういないでねえかなと思って、そう思うんですけど、うん、いや少しと声聞きないなと思って全然連絡取れないから、おにぎりだろう、だから食べさせてなと思ってね。袋にはおにぎりが入っていた。気仙沼では母親を探す少女が涙を流していた。石巻市では親を探す子供たちの姿があった。今から日本は全部水没してるっていうことなので、もうここにもいられないっていうことだったので、3人の子供たちは児童クラブに通う友達同士で、被災後に親と会えない状態なのだという。今いた避難所が水没する危険性があることから、より安全な避難所へ移動しなければならない。お父さんとお母さんまだ会えてない。寂しいね。